白谷階段、白谷の世界へようこそおいでをいただきました。怪異な世界の水先案内、階段誌の白谷でございます。今宵ご案内いたしますのは、こんな異世界。 昨日までは何ともなかったのに今朝うちを出る時までは普段と変わらなかったはずなのに何の前触れもなく突然自ら命を絶ってしまわれる方があります遺書も兆しも痕跡も何も残さずに一体なぜさて自死にまつわる 不思議なお話を伺ったことがあります。体験されたのは女性で匿名希望ということですから仮に英子さんとさせていただきましょう。今からもう10年ほど前の出来事になります。英子さんその頃ご主人と幼稚園に通う息子さん2人家族4人で東京にお暮らしでした。はたから見れば 実に円満なご家庭けれども英子さんその時期お一人でうつうつと悩んでいらっしゃることがあったある時女の勘といいましょうか何かちょっと引っかかることがございましてそれとなく探りを入れてみますとどうやらご主人不倫をしているようだ ご本人に確認したわけではないそうですけれども英子さんなりに気になってあれやこれや調べていくうちにどうやらそれは疑いという意気はとうに出て厳然たる事実のようでありましたどうしていいか分からなかったいっそお子さんがなければ「一体あなたどういうことなの?」という。 直接的なやり取りもできたでしょうけれど子供たちの将来のことを考えると簡単にそんなふうにすることもできない確かな証拠を握っていたわけでもありませんし逆上してご主人の方がもうこれっきりにしようなんと言い出してみたら先々どう暮らしを立てていこうかですからご主人に ことの真偽を確かめることもできず、また周囲でそんなことを相談できる相手もなくと、表面上はいつもと変わらない笑顔のままに過ごしながら、次第次第に心の中で黒いもやは広がってゆきました。そのもやが、 あるいはその出来事を招き寄せていたのかもしれません夏の日の朝ご主人をお仕事に送り出しますとほら早くお洋服着てちゃんと食べたの 手拭いてもう行くよ子どもたちをせかしながら幼稚園への送りであります子どもたちはくったくなくそのもみじのような手で栄子さんの手を握り三人並んで通い慣れた通園路を行きます途中早稲田通りという大きな通り沿いを行きますが今朝は いつになく暑いなぁなんと思いながら抜けるような青空でありました無事幼稚園に子供たちを送り届けると一人きり元来た道を戻ります誰かと話をしていたり子供たちの面倒を見ている時なんぞはいくらか気が紛れておりますが一人きりになりますとどうしてももや,もや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 と あれこれこ考えてしまう途中地元の商店街の前を行き過ぎますとそろそろどの店も開店なんでしょうシャッターをガラ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 ッと開けて「あら奥さんおはようございます」「ああおはようございます」「今何子供たちえあの今送ってきた帰りであそう」 大丈夫、風邪ひいてないの「え <laughs> のおかげさまで」なんという。よく利用する商店街ですからどのお店の方も顔なじみであります。声をかけられていくらかほっとしながら赤ちゃけたタイル張りのいくらか年季の入ったマンションの前を通り過ぎようとしたその時であります。ふと足が止まって これは全く理由なんんぞございませんで自分でもなんで足が止まったろうとそんなふうに思ったぐらいなもんです。足を止めてみますとじりじりと日差しが「ああ今日も暑くなりそう」と思いながら思わず沸騰を見上げた時に「ん?」その赤ちゃけた マンンションの屋上でありますポツッとそのへりに佇む影帽子を見た。逆光になっておりますからその顔であるとか衣服であるとかそうしたものまではっきりは見えません。けれども その立ち姿で男の人だなと思った特段何かするわけでもなくその屋上のへりに立ってすと正面を向いている「あの人あんなとこで何してんだろ」「う。あんなとこに立っていったら危ないのに」 そう思って視線を下ろした時にあそうだこないだ預けてあったうちの人のスーツ取りに行かなきゃもう少し行った先にございますクリーニング屋さんにせんだって頼んであったご主人のスーツそろそろ洗濯が仕上がってあるから取りに行こうと思いたって栄子さんはその場を離れた。 あ、いらっしゃいませ。おはようございます。あの、先日お願いしてあった主人のスーツなんですけど。ああ、はい。あなたおい。スーツ。ああ、はいはい。あ、おはようございます。おはようございます。すいません、あの、お願いしてあったスーツ。ああ、できてますよ。なんという。スーツを受け取って、 いいよいよおうちに帰ろうと再びお店を後にして元の道に出る自分の住んでいるマンションに帰るには先ほどのあの赤茶けたタイルのマンションの前をもう少し戻った脇道でありますトク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 そちらに進んでいくでちょうど先ほど足を止めた場所に参りますと そういえば、さっきの男の人何してたんだろう。これで初めて、なんとなく、さわっと、きびの悪い感じがいたしましたと同時、ふと頭上に圧のようなものを感じた。これはまさに言葉の通りであります。視線でもない、呼びかけられたわけでもない。 何か強烈な圧がずっと頭上にまいりましたので思わず英子さんは「えっ?」とほんのわずか体を後ろにすると同時であります目の前を真っ黒な何かが「サッと次の瞬間足元で。 といいいうもの凄まじい音が響いた舗装されたその歩道上にあって体がズンッと揺れるような感覚とその重点音ばかりではない鼓膜の奥が震えるようなビチャンという嫌な音だ 一瞬英子さんは息をすることさえできずにただ呆然とその場に立ち尽くしていたそうですが恐る恐る目線をだけ足元にやった。 って見て血の気が引いた「まさに自分のつま先からわずか数センチほどの位置に男がめり込んでいる。 足の裏にまだビリビリと振動の余韻を感じながら今度はその足元にめり込んでいる男性から目を離すことができなくなった飛び降りたあと数センチ自分が前にいれば 飛び降りてきたこの人の下敷きになってそんなことを思うとひやっと背中が冷たくなるような心持ちがしましたがそれとまた同時に今目の前のもともとは普通の人の形をしていたであろう。 地面に突き刺さった男性の姿を見てすッと気が遠くなるような気がしたその男性はどのような落ち方をしたのか分かりませんがちょうど地面から上半身が生えているというような体勢で 足から落ちて腰まで地面に埋まってしまっていたかいいえちゃんと足も地面の上に出ておりますが男性の上半身は地べたの方を向き腰から下は 天を向いて折れ曲がっているそしてこの時その男性にまだ息があったことに驚いたどうやら腰から下というのは神経がちぎれてしまっているのかピクリとも動きませんが その地面から生えたようになっております上半身は必死にもがくように動いておりましてまたその男性の口からは苦しそうな息がと漏れているこれでようやくずるっと後ろに下がった途端ドスすん と尻餅をついた「男性の顔がより目線に近い位置になった」「男性はちょっと歯を食いしばりながらそれでも目を見開いてと苦しそうにうめいている」「で 次の瞬間その男性はふっと表を上げると両の手をしっかり地面について「<laughs> まるでちょっと道でつまずいて倒れてしまった」いけない「いけないいけない起き上がらなきゃ」とでもするかのように。 必死に腕に力を込めている異様に思えたのはそれほどの状態にありながら顔は少しも苦痛に歪んでいないおそらく先ほど屋上のへりに立っていた男性であろうことはこの時すでに察しがついておりました あの高さから飛び降りて、また体がこのような状態になるということは、よほどの衝撃でありまた、痛みも相当であるだろうと。けれどもまるでそれを感じられない。いびつな形で、地面に突き出しておりますその下半身を見なければ、本当に今しもすっと立ち上がりそうな、 そんな気配すらある。英子さん、声を上げることもできない。その英子さんの前で相変わらず男性は、と起き上がろうとして力を入れた次の瞬間、ゴボゴボッと何か嫌な音が聞こえるかと思いますと、その男性の口からは、ゴボゴボッ、ゴボ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 ボと、 血泡が吹き出るので「ありまして大丈夫でないのは一目瞭然ですが何か声をかけなければと思って英子さん「あの大丈夫ですか?」とそんな言葉しか出てこなかった。 男性は罰が悪いようにしながら「<laughs> おかしいな」と首をかしげながらまた腕に力を入れてとこれでようやく A 子さんはっと我に帰りますと震える足で立ち上がると先ほど出てきたばかりのクリーニング屋に駆け込んで「あのすいませんどうしました 飛び降り,び降り <laughs> すいませんちょっとどうしていいか分かんなくてあの来てもらっていいですかクリーニング屋さんでそう訴えた慌ててクリーニング屋さんのご夫妻が表に飛び出て英子さんもふらふらになりながら元の場所を戻ってみますと すでに大勢の人だかりができてあります飛び降りだよあそこからかないひといわね救急車呼んだのかないやわかんないざわ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 とやっている男性は群衆に囲まれながらなんだか恥ずかしそうな申し訳なさそうな顔をしながら 起き上がろうとしております「動くんじゃない動くんじゃないよあんた」という声がかかる走行しているうちに警察車両が到着し「ちょっとどいてどいて」と少し遅れて救急車が来てという「第一発見者は」というんで英子さんがおぞおず手を挙げる。 あなたの知り合いですか?」と聞かれたけれど「身も知らない人ですと」と男性を担架に乗せる救急隊員の顔も「蒼白」でありますそれでも救急車に乗せられるまで確かにその男性は息ばかりか意識もはっきりあったようで何かを一生懸命話そうとしている。 バタン結局最後まで見送ったそうでございます。ただでさえ辛労がかさんでいるところに来て。 一体何という現場に出くわしてしまったろうとその日一日気持ちが沈みがちにはなりましたがそれでも時間とともにいくらか平穏な日常が戻ってまいりました明けて翌日のことであります いつもの通り子供たちを縁に送り届けて同じ道を通って帰ってくるいつもと変わらない風景でした地面には昨日男性がめり込んだ跡が多少残ってございましたけれどももうきれいに清掃も済んでという。 その後どうなったろうと思っていた時例のクリーニング屋さんの前でほうきがけしておりましたご主人が栄子さんの姿を認めると「あっ奥さんあおはようございます奥さん奥さんちょっとちょっとはい昨日大変でしたね本当にびっくりしちゃってあなたの人ねはい やっぱり亡くなったらしいよ、はあ、そうですよねねえいやーあんなになっても息があったのがね不思議なぐらいでしたけどねどうにか助かんないかなと思ってたけどダメだったみたいねそうですね、はあ いや、でも奥さんよかったねもうあと一歩を間違えてれば奥さん下敷きになってたかもしれないもんねええそんなやり取りをしてどっと疲れた体を引きずりながらかっちゃんマンションに戻ってきて とさっとソファーに腰を下ろすとあれなんとなく部屋の中の光の加減がおかしいような気がした今朝も昨日と同じようにずいぶん晴れた日でありましたがカーテンも開けっぱなしのその部屋の中がなんとなく薄暗いように感じられるなんだろう 雨でも降るのかしらと思いながら何気なく見上げた時計を見て「えご自身の目を疑った時計の針は夕方の4時を指しております。なんで自分は今子供たちを縁に送り届けて ちょっとクリーニング屋さんと立ち話をして帰ってきただけである。ということはまだ朝の早い時間だろうと。不思議に思って家中の時計を確認するすべて午後4時になっていて「はっ!」慌てて栄子さんは携帯電話を確認しますと着信が。 山ほど入っております、そのほとんどが幼稚園から。留守番電話を聞いてみますと、何度もすいません。今日何時ぐらいにお迎え来られますかお仕事でしょうか留守番電話聞いたらご連絡ください。そう、子供たちを預けてある幼稚園は。 夕方の3時半までに迎えに来てくださいという決まり。電話が来ているという以上は時計が狂っているわけではなさそうだ。おかしいと思いつつも急いで幼稚園に電話を入れますたああよかった。お仕事だったんですか今日。そうじゃない。 何かご用事だったんですかね?」という先生の声がだんだん遠くなっていく「すいませんあの今すぐお迎え行きますんではい分かりましたお気をつけて」という表に出ますと確かに夕暮れの風の匂いがいたします子供たちを無事に引き取って 今度から何か遅れる時があったら連絡してくださいね、と軽い注意を受けた。いや、今自分に何が起きているんだ。お母さん大丈夫と子供たちが心配してくれますが、なんと事情を説明していいものや。 子どもたちを迎えに行ってその帰り道クリーニング屋さんで「そうだもしかしたら何か知っているかもしれない」「あんたたちね先お家帰っててもう住まいはすぐそばでありますしここまで来れば大丈夫と」と子どもたちを先に家へ帰しますと え子さんは一人クリーニング屋さんに戻った。はい、いらっしゃい。あ、あら、どうしたの。すみません。つかのことをお伺いしますが。はい。あの、ご主人って今。あ、いますよ。あなた。はい。あ。あどうもどうも、今朝は。すみません。あのちょっと変なこと。 聞くようですけどおい私今朝ここお店の前で旦那さんとお会いしましたよねああ会いましたねであの昨日のあの飛び降りの話あはいはいですよねですね その後私まっすぐ帰ったんですけどまっすぐ帰ったら時間が夕方になっててクリーニング屋さんのご主人の表情がちょっと険しく曇りまして「あのまっすぐ帰ってないでしょうか?」 ちょっとねうちの女房とも心配だなって話してたんですけどね朝昨日の件について話してて話し終わったら奥さん真っ青な顔になっちゃってねえそう声かけても全然聞こえてないみたいで,でふらふらそのまま道戻ってっから大丈夫かなと思って見てたらね奥さん そのマンションが入ってったでしょえあの昨日男の人が飛び降りたあそこのマンションが入ってっちゃったからさどうしたんだろうと思ってね。 いや、マンションになんぞ入った記憶がないまあ上からね人が降ってきたそんなことがあった次の日ですしねなんか思うところがあって入ってったんだろうなってそれでもあんまりその 入ってく時の顔がね真っ白だったしね心配してたんですよ大丈夫でした屋上まで行ったのいえいえどうやらある瞬間から A 子さんはプツッと と記憶が途切れているそして朝から夕方までという長い時間どうやらそのマンションの中にいた私それであの男の人が地面から起き上がろうとしてたその時の様子が。 ななんとなく飲み込めたよきっとあの方はご自身で飛び降りるつもりなんかなかったんだろうって私と同じようにある瞬間からご自身の意思ではないふと記憶が戻った時には 地面に埋えっそう痛みを感じていたのか感じてい,たいなかったのかそこまでは分からないですけどでもきっと「あいけない何してるんだろう」ってそれで一生懸命立ち上がろうとしてたんだろうって。 時々ねまるで理由なんかわからないのに急に自分で命絶っちゃう人があるでしょそんな方たちってつまりそういうことなんじゃないかって私は運よく助かったけどもしかするとあの男の人と同じように 自分の意志とは関係なく飛び降りてたのかもしれないって一体なぜその場に招き寄せられたのか闇のものは闇を好む傾向にある人に見えなくても胸の内に何か 深い闇を抱えていればその匂いをたどって闇の世界の住人はそろそろと忍び寄りご自身でも気づかないうちにそっとあなたの意志を奪ってしまうのかもしれません。 わっ今宵も最後までお付き合いいただきまして誠にありがとうございます。よろししければチャンネル登録高評価お願いを申し上げますどうしても現代における実体験談そこからの怪談話ということになりますと伺っていく中にはこの慈悲にまつわるお話というのをいくつも聞かせていただきます。まあ、本当に ご自身にしかわからない辛い事情があったりしてというようなケースもあるでしょうしえ今度伺ったような自分ではない何かにそうされたのではないかというねえいずれにせよこうやってえ預かった命自然に向こうに旅立つ日までですね 生き抜いて、生きたい、生き抜いてほしいと、そんなふうに思う次第です。ちょっとでもね、前向きに明るく物事を捉えていかれればね、変なものは寄ってこないんじゃないかなと、そんなふうに思ったりいたします。さあ、ということで、えー、もう8月も間もなく終わりそうなタイミングになっておりますが、 白谷9月以降もですね、あちこちにお邪魔をしまして、生で怪談話をお届けをさせていただきます。各地の講演会情報、こちらになっております。ご覧ください。はい、ありがとうございます。 全国ギャも9月からスタートいたしますし東京都内の公演今年はとても多くございますのでどこかねあのタイミング合うところきっとあるんじゃないかなと思います各地で一生懸命語らせていただこうと思いますので詳細ご予約こちら概要欄ですとか白谷の公式サイトあとは SNS ですねそうしたところに情報を上げさせていただいておりますので ぜひチェックしていただいて、足をお運びいただけますと幸いでございます。ということで、まだまだ暑い日が続いております。皆様、くれぐれもお気持ち、を体、ご健康にお過ごしくださいませ。また次週、元気にお目にかかりましょう。まったねー